いては日本モータースポーツの聖地三重県鈴鹿市からモーターランド鈴鹿が登場。こちらもイカ天でおなじみのコースだが、最近のイベントではハイスピードな外周ではなく、ギャラリーが見やすいインフィールドを使ったレイアウトが主流らしい。ここを担当するのは地元三重の誇る D1 ドライバー田中誠美。2011年度 D1 ストリートリーガルシリーズチャンピオン、その肩書きを引っ提げ GP へ殴り込み、その卓越した追走テクニックは GP でもトップクラスだ。ストリートリーガルマシンを持ち込んだセイミ、 2.1 リッターに GCG ターボを装着し、およそ400馬力使用だ。モーターランド鈴鹿を安全に楽しむ方法とは。はい、まず初級者なんですけれども、ここのね、外周ですね、イカ天とかでよく開催されて、結構すごいクラッシュとか見てるのが結構皆さんあると思うんですけれども、あんな感じで結構逆バンクで結構外に吸い寄せられるっていうコースの設定になってますんで、初級者はちょっと外周はあまりやめた方がいいかなと思います。で、ヘアピンとか、あとインフィールドの S 字ですね、これは初心者でもすごく安全に楽しめますので、それでは僕の車載を見てください。無理なく安全に上達する方法を精美が教える。モーターランド鈴鹿、この、ストレートですね、メインのまずここからスタートで、初心者の方は、できるコーナー、まずこの1コーナーのヘアピンですね、ここまあサイド、こんな感じ で立ち上がりをしっかり戻す。外周なんですけれども、結構ここ逆バンクで、外に飛び出す危険がすごい高くて、あと緩いコーナーでちょっと初心者には危ないんで、あまりやらない方がいいかなと思います。でここから奥のヘアピンですね、2速落とす、でここもサイド、しっかり立ち上がって戻す。で2速のまま、この審査コーナー、インフィールドですね、ここも奥目でいいんで、安全な場所からサイド、でここも S 字を振り返せたら振り返す、ここも振り返せれば振り返す、こんな感じですね。はい、方も、まずは真ん中ら辺の安全な位置からやってもらえればいいと思います。他人と差をつけるにはエキスパート編。ここは審査員席が外周と、あとインフィールドの内側と2つありまして、イカ天とかではよく使われるんですけれども、外周の方ですね、こちらは、やはり違いを見せるっていうことは、進入を本当にいかに人より少しでも手前から、そしてアクセルをいかに踏み残せるか、そして審査員席のアウト側のクリップに向かってしっかりクリップを舐めて立ち上がるっていう、これが非常に大事なポイントですね。本当に飛び出すかっていうような、そんなところがポイントとなってます。まずはイカ天でおなじみの外周を使ったコースからどうぞ。エキスパートクラスの、外周の、ポイントいきたいと思います。まずスタート、ここからスタートで、ここは審査席の前に向かうストレートのためにアウト側を通ってストレートを目いっぱい稼ぎ、3速で、ここで蹴り蹴って、ここのアウトグリップをしっかり舐めて、ブレーキングからここの内側のグリップを舐める、でここもかすめ取った後にアウト側まできっちり、ここのアウトグリップをしっかり取って、繰り返し繰り返し、ヘアピンに進入して立ち上がる、こんな感じですかね。では行ってみます。まずここのコーナーは、アウト側からしっかり車速を乗せて、なるべくストレートを長く、きっかけはクラッチ蹴りで進入、審査席前はブレーキでしっかり減速する、
その後はアクセルコントロールのみでラインをしっかりトレース。ストレートに入ったところで繰り返しヘアピンへ進入後、立ち上がったところで審査終了。いいですね。こんな感じですね。それではここからはセイミの走行ラインに注目。まずスタート直後のヘアピンはストレート区間を最大限取れるようアウトいっぱいに膨らんで立ち上がる。進入の目印は右手にある看板。ブリヂストンで振り出せれば高得点が期待できる。その後審査席前でアウトクリップを取り、後に続く2つのクリップを舐めていく。ここから先は振り返しヘアピンとも無難にこなせば問題なし。続きましてインフィールドなんですけれども、最近のね大会とかではこのインフィールドを使うことが非常に多いようなサーキットなんですけれども、外周と違って右コーナーですね。右コーナーに対して初期のアングルをしっかりつけてアクセルをいかに残せるか、これが本当にポイントになってます。インフィールドのエキスパート編、行ってみよう。まずスタート。この最終コーナーはなるべくストレートに対して加速できる体勢を取るように、アウト側をしっかり加速させて2速3速ここで蹴り、アウト側をしっかりアクセルを踏んでアウトクリップを取る、2速落とす、ここのイン側のクリップを取る、でここで振り返してこの白線にアウト側のタイヤを乗せて、ここのクリップも取って早めの繰り返しから、ここのクリップも取って立ち上がり、こんな感じですね。ここも、ストレートの車速を稼ぐためにストレートのアウトバーからしっかり車速を乗せる、2速3速。進入はクラッチゲリ、直後にシフトを1速落とし、ここから先はアクセルワークでクリップを取っていく。紐はいかにエンジン音を途切らせずコーナーを回っていくか、アクセルペダルをパカパカ踏まずパーシャルを意識して操作する。こんな感じですかね。ルーフカメラで走行ラインをおさらい。先ほどと同じく最大限加速区間を取るためアウト側へ目いっぱい膨らんで立ち上がる。ストレートはイン側を走り進入、インフィールド突入後はインアウトそれぞれのクリップを舐めるようにラインを取る。繰り返しはコース幅をフルに使い、それぞれのコーナーの頂点を舐めるイメージ。その後の繰り返しも同じイメージで抜けていき、最後はアウトへ大きく膨らんで審査終了。